世界の一流国として我が日本でもビートルズの人気はアメリカ、イギリス、ドイツにおさおさを取るものではない。特に12歳から17、8歳の女の子に熱狂的なファンが多い。ビートルズ主演の映画が上映された際の異様な光景はまだ記憶に生々しいところ。朝早くから駆けつけるファンで座席は常にスクリーンの近くから渦まり、娘たちは夜になるまでお目当ての名を叫び続ける。恐るべきエネルギーの発散。彼女らがこれほどまでに熱狂できる対象は他にない。映画だけでもこれほどの騒ぎを引き起こしたビートルズが日本に来ると決まったから大変だ。ビートルズの記事を載せない週刊誌は売れない。ビートルズのことが書いてあれば何でも買っちゃうというファンの心理につけ入って、ついに髪の毛の数以外は何でもわかるという親切な特集まで出た。この間、我が日本武術の殿堂である日本武道館でキャーキャー騒ぎをやらせるなという横槍が入って揉める一幕もあった。デパートのビートルズ展覧会、開催期間中毎日通い詰めのものもあれば、開店から閉店までレコードにしびれっぱなしというのもあり、時間が経つにつれ場内の雰囲気はだんだん正常でなくなる。やめて、そういうことはしないで、絶対にお願いだから。ジョンの吸いかけのタバコやジョージのコインが宝物扱いされる。ビンゴの女房は殴られる。殴られたと言って泣き出す。やぶけし。ポールの写真に片っ端からキスして回る。ビートルズファンクラブでの会話を聞いてみよう。キンガールはなんかのグループより、すごく個性が上手ですね、うん、やっぱしビートルズの場合にはみんななんていうの、何もかも素敵でしょ。何もかもって曲も素敵だし、うん、まあスタイルもすごくいいし、もうちょっと女の子でケチつけるとこない、今の私たちにはね。ビートルズと私たちの間に空気がある、隔たりがないっていう機会が一緒のうちに一度でもあればいいなと思います。もう吐いた空気は流れてきたな。そうね、ガラス一枚もない。だからもう来ちゃった後ね、どうなっちゃうのかしら。どうならないよ。違う、どうなっちゃった、私たちどうなっちゃうのかしら、うん、食うのはいいけど帰る時の気持ちどうしよう。そういう、ね、だってまた来年来ればいいじゃん。そんなそんな来てくれるかしら。日本が潰れちゃうお金がない。いや、来ますよ。日本人としてただ一人イギリスでビートルズにインタビューしたという24歳の編集長。私もビートルズに会ってから1年ぐらい経つんですけれども、実際に彼らに会ってみてすごく感じが良かったんで、実は感心しちゃったんです。っていうのはユーモアのセンスもとってもあるし、それから人間的に非常に明るくて真面目で、ロンドンでもビートルズのスキャンダルっていうものはもうほとんど聞かれませんでした。なんかそのリラックスした、偉くなったから気取ったとか、そういうところが全然なかったですね。
このマネージャーのブライアン・エプスタインっていうのがもうすごいその頭が切れるっていうのか、20世紀最大の抜群に頭の切れる人なんで、ビートルズにもかなりの演出を施してるわけです。でももう彼らも25歳、24歳、23歳ってもう年もかなり取ってきましたから、自分たちでちゃんと世の中を渡っていく方法っていうのを把握してるわけです。だからことさらにブライアン・エプスタインのそのアシスタントなんていうか努力っていうのはなしでも今の彼らっていうのは立派に一人出しでやっていける。まあ昔はそのエプスタインの力っていうのは非常に大きかったなと思います。結局いつの時代でも新しいものっていうのは生まれてくるわけですよ。で銀座歩いててもいわゆるツンツルテンのズボンを履いた、ね、人たちっていうのは今の新しい流行なわけです。でビートルズのああいう服装とか髪の形っていうのもイギリスの一つの革命なわけですよね。でそれがいずれおかしくない時代が必ず来ると思うんです。それビートルズっていうのはその過渡期に当たってるから批判もされるし反発もされる、そういうもんじゃないですか。だいぶ汗をおかきですが、ご感想は？私はね、そんなに音楽にそう堪能なという方じゃありませんけどね、これまあ音楽的にこれあまり感心するというほどの気持ちにはないね。なんかこうやたらと叫んでるようでね。だけどね、考えてみりゃね、そういうたわいないもんだからやはりその情熱のこの履け場に困ってるような連中がこういうところに殺到するということは考えられるね。おっしゃることがどうも要領を得ませんが、おかっぱ頭や独特の服装はいかがですか？私あんなスタイルはまあいいとは思わんがね、いいとは思わんが、先ほど申し上げたようにイギリスのようなね、だいたいきちんとして、何するのが当たり前だという国にああいうのが現れているということはですね、やっぱり先ほど言ったようにあんまり押さえつけておいて、まあ相当年のいった人はそれは長い伝統だからそうっていうことだが、若い連中は逆に、ああいうようなそのイギリスでは昔は考えられなかったような格好がわーっとみんなに人気を博するっていうようなことになる。で私はこれはいいと思ってないんですよ。いいと思ってないが、やはり、イギリスの場合も非常に古い国だからいろいろああいうこともあるんだけれども、私はやはり古くして新しいイギリスになるということがイギリスの場合必要であろうが、これはよそのことで言うんじゃないんで、我が日本の場合もですね、どうしても古くして新しい日本という姿にすることが必要だと、こう思うんです。あれはいいと思わないですよ。いいと思わないが、けしからんとかなんとかって言ったって始まるの、それじゃあどうするかということをこれと関連して考えなきゃならないと、こう思うんですよね。去年エレキブームが起こった頃、これを禁止するという動きがあったり、モンキーダンスが批判されたりしましたが、この辺についてはどうお考えですか？あれなんかもう私あれで騒ぐのいいと思わないですよ。いいと思わないが、開幕いけないと言ってみたところで、これまた抑えるだけじゃダメだと思うんですよ。だからやっぱり、まあ程度の差はあっても、多少我々から考えても本人から考えたってそうなんだ、もう少し健全な方向へ行くようにみんなで考えてそういう方向へ向けるということでしょうね。だから先ほど言うようにね、まあその酒を飲んでもいい気持ちになる程度で、酒乱になるほど飲んじゃいかんというのと同じように、まああんたはしびれるってこと言われたが、 しびれるってしびれすぎてるわなって、あれはしびれてる方じゃないわな、もうそのしびれ、本当にしびれすぎてると思うね。それでもまずいと思うね。だからがだっかい、落ち着かないのが警備の問題。噂によるとビートルズの女性ファン熱狂ぶりは半端じゃない。そこで慌てた警視庁、延べ2万人の警察官を投入して前代未聞の大警備体制を敷いちゃった。あ
んな奴らに新鮮な武道の伝道を使わせるとは何事じゃ。天下のご意見番細川流言おばまり徳のご両人が吠えた。これを聞いた時の総理佐藤姉ちゃんもそりゃごもっともと乗っちゃったからさ大変。テレビでは独立評論家がビートルズをこき下ろした。そのビートルズのファンがね、下等であるということはね、うん、やっぱりあの踊ってるかなんかギャーって言ってることが下等だからね、下等なやつが集まるんでね、それはもう昔からじゃないですか。なぜかというと上品な遊びや上品な芸術にはね、やっぱり上品なものが集まるんです。いわゆるファンなるものはね、ある職業野球のあるところに必ず瓶なんか放るね。そうでないとか、上品な遊びってどういう、どういう遊びを、上品な遊びが、おばばはじめたやつが、もういろんなものがある。それはあの日本にだって芸術の種類いくらでもある、何百もある。いや、それはそうだ。いや、ちょっと静かな音楽だけが音楽ではないけどね、ってなればね、あれは気違いみたいなもんで、ね、音楽の中の最も低級なもんで、ね、それはね、体を動かすんだらね、そんなその労働を働いた方がよっぽど世界みたいなのがいいなと思う。いやいや、僕は落ちたってよ。僕は動いてね、動くけど動いた瞬間に俺は下品な要素があるなと思うな。いや、それは僕の感じだからしょうがないじゃないの。うんうん、僕は、まあ、それはまあ別としてね。じゃあ、ちょっと音楽を聴いてね、一生懸命こうやって動きたいっていうのが、やっぱり私の若さだと思う。それを言った人間が黙って見てて、あれが気違いだ。いや、それはもうそんなことはちっともおかしくないよ。気違いに違いないよ。そういうのがね、気違いであることは分からんようじゃねえ。脳みその出来具合がもともと悪いっていうこと。でも若い時になんか。1966年、ザ・ビートルズの日本公演決定。キャー、本物のビートルズが来るーと日本のファンは涙を流して大喜び。ジョンにパールにジョージにリンゴ、何もなくてもビートルズ。とにもかくにも会場は1万人のお客さんが入れるということで日本武道館に決定。ところがデッキに軍配が上がり、なんとか武道館に落ち着いた。I need to make you see all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. これほどの人気があるものを商売に利用しない方はない。オバ Q 印やディズニーマーク同様、ビートルズ印の商品がいろいろ登場した。ロイヤリティは 5% である。私どもではビートルズに関する商品化の権利を持っておりまして、ただいまご覧になった商品の他にも相当の数の商品を今契約しております。我々に評判のいい商品、これはほんの一部なんですけども、こういうビートルズトランプですね、これなんかも割合に評判のいい品なのですし、ただその他にもこういうハンカチ類、ご婦人物の下着なんかにも一人一人のサインを入れましてね、こういうこれも一人一人のみんなサインが入っております。契約した会社はだいたい30社ぐらいで、商品の数が現在100ぐらいになりますか。で、私どもの証書を貼りまして町に出てますのが、だいたい金額にしてすでに出ましたのが8000万から1億ぐらいの商品が今現在町に出ております。夏までの予想で4億ないし5億ぐらいの売り上げを予想しております。やっぱり女の子はまず顔とかその中心考えちゃいますけどね、男の子としては
まずその歌の魅力ですね。やっぱりだから男の子最近ギター弾いてる人多いでしょ。だからそのギターの使い方とか、それから、一部の男の子は服装が最近のモッズルックとかとそういうのを見ていいだと思ってるとか、でもやっぱり中心は彼らの歌そのものだと思うんですよ。例えばコードの進行がいいとかね、そういうくだらないことでもその歌そのものを聞いて痺れちゃうんですよね。痺れるっていうか、まあ、共感を呼ぶわけですよ。ところが女の子の場合は、いやママはね、そういう風に痺れていくならいいと思うよね。ね、ですよね、あの夢中になるなら音楽そのものにね。第一、全然音楽もそのビートルズのものあのレコード1枚聴かないでね、もうビートルズなんか騒いでる男の子はっていう一つの類型にはめるでしょ、学生はっていう。第一、あのこの子の学校の先生たちなん、先生って今の先生じゃないですけどね、小学校時代の先生たちはもうはそういうことしてますよね。ビートルズに夢中になってますと、あ、それはいけませんねっていう、大変ですねっていう、困りましたねって言われますよね。だからなんか潜在意識っていうのが大きく働いてね、実際にはただ聴いていいなと思ってるだけなのも、まあ、ビートルズのレコードを買ったってことだけどね、それは大変、まあ大げさかもしれないけど不良かとかね、そういうまあそうそう飛行機キャイキャイしてるとか、そうそういうふうに思われちゃうのはなんかちょっと不満なんですけどね。それはね、マイナスとしてはその騒ぎ方っていうか、それに原因してると思うよ。だからこの間みたいに、あのこれ聴いてごらんっていうふうに聞かせればね、おそらくパパだって、あ、これは悪いかしこうスローでね、あのちょっと聞かせるって、そんな七面のせいしないような、えそんな別に理解してもらうと思って思ってないから、まず七面のそういうことしないからいけないんですね。それを略しちゃうから。昨日だと例えばね、昨日の晩なんかもあのミシェルっての聞かせてもらったんだよね。いいですよね、あれあれは肌に響く感覚じゃなくてね、あの安らぎっていうか胸に、胸に響く感覚でしょ。そのね、私がその音楽を聴く場合にはやっぱり胸を打つっていうかね、ハートに来るものを持って両方するっていうでしょ。だからこう感覚が違うんじゃないかと思うんですよね。しびれるっていうのはもっと近いこうハートというか、もっと肌に近いね、もっとこう単純な方っていうかね。父親とこの子の対立見てるとね、やっぱしその、まあ、父親にもね、なんかこう短期っていうか、もう全然これは音楽の邪道だって、音楽ではない、邪道どころかの音楽ではないんだと、からあこちらにはもう説明をもうしたくないっていう意地があるでしょ。それであのこんがらがってるんですよね。だからもう全然もう感情的に対立してるっていうか、もう私なんかこう音楽以前の問題があるんじゃないかしらと思う、世代のね、やっぱりそのジェネレーションの相違っていうか、そんなものから来てるものか。 だからその喧嘩じゃなきゃいいんです。例えば音楽が分かる分かんないなら、だからその前の段階で喧嘩してるんですよね。クラブは悪どい商売に利用されるようなことは、それはありますね。だから大人たちがむしろそういうことを利用してるっていうかね、そのビートルズに対する騒ぎ方をあの利用してる、その、嫌いの方が今の段階じゃ多いんじゃないんでしょうかね。この間私のところに電話があったもんなんかも、新潟県の若いお嬢さんなんですけど、まあ、あの架空のあるそのビートルズのなんかなんていうんですか、プレイガード協会みたいなものからその手紙が来て、6300円送ってきたらすぐそのビートルズの件送ってやるって、それにもう本当にまんまと引っかかってるんですよね。全然疑ってないんです。でうちで電話かけてよこして、で6300円その5月の初めに送ったんだけどまだ件が来ないのよって言うんです。あの6300円ね、2人分出して送ったって、それがあの切符はあのきっと買えないのよって言いましたらね、その6300円出してもそれがビートルズのところへ行くんならね、自分はもうそのビートルズにあげたと思って帰って嬉しいって言うの。それはね行かないだろうって言ったら、そこでもうまあさめざめと泣いたわけじゃないですけどね、そこでがっくり来ちゃったわけなんです。ビートルズのところ行かないなら悔しいってことなんだよね。そういうね、なんか騙され方っていうのはね、なんか大人が見てて痛ましいですよね。公演の切符を売るのにオリンピック並みの抽選法が取られたが、プロモーターはこう言う。これはあの人それぞれいろいろな意見がありますが、ただですね、アメリカあるいはヨーロッパで考えて、いわゆるキッズショーというのはですね、子供のショーでございますからね、あんまりその大人の方が目くじらを立てて物を言うような性質のもんじゃないんじゃないかと思うんです。読売に集まりましたハガキの年齢層から考えても、一番小さいのは9つからですか、だいたい14、15までのお嬢さんがですね、
そういうのが一番多い状態でございますので、日本であんまり騒ぐのはおかしいんじゃないかと思いますね。皆さんに警視庁の広報者からお願いいたします。いよいよ本番の当日を迎えた日本武道館、婦人警官を含めて警官だけで千数百人が動員され、指定席の切符を持った客だけが関門を通る。卒倒するファンに備えては担架、お堀を泳ぎ渡ろうというファンには警備艇。この船は飛び込んだ外人ファンを救ったというが、かくして今夜の演奏会は混乱もなく始まった。
When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. 日本武道館へは会場の下見に来る子が絶えない。After all this time, I don't know why. Oh, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. He's a real nowhere man.Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?Like you